ありがとうございます、皆さん。無料アイテムください。無料ください。無料を置いたら、機長の枠に移動してください。OK。もう切るよ。切るよ。結構しましたね、じゃん。なんでそのタイトル、あなたリスマンなんだ。リスマンなんだ。結構しましたしてもね、嘘でしょ。一人ある、一人ある。ありがとう。一人なんかちょっと待って、嘘でしょ。そんな態度してんこの人。ありがとう、ありがとう。じゃあちょっともう終わるよ。今すぐ10秒と言います。10、9、8、7、6、あ、スイッチャーで5、4、3、2、1、来ちゃうわけ、起動。ご祝儀お願いします。ご祝儀、ご祝儀お願いします。飲み物頼むか。うん、大好き。タバコ吸う。すいません。あ、あ、お願いします。飲み物、米さん、ありがとうございます。何飲みます？あれやろ、ソフトドリンク。キッチョ、どれ？ウーロン茶。ウーロン茶、私もウーロン茶。はい、どうぞ。いかがの突き当たりです。ウーロン2個と、ウーロンのホット、いや、アイスで。ウーロン茶ですね。はい、茶を2と2本。はい、あ、2個。はい、はい、2個。これ盛り合わせって何が入ってるんですかね、焼き鳥は。あの、お任せになります。お任せ。はい、10本だったら、じゃお任せ10本と10本盛り、はい、はい、刺身ってカンパチしかないんですか。はい、そこにあるだけで。カンパチ。食べるんかな。とりあえずそれください。はい、すいません。ありがとうございます。後で雪崎に買いに行く。どんな感じ？配信。じゃあお祝いのコメントが、うん、あの焼き鳥と盛り合わせとカンパチの刺身しか頼んでないです。あとはなんか好きなの。適当なのだ。10本頼んだんで。10本セット。好きなのだったら別で頼んでください。これ、本当？10本頼んだってこと？とりあえず10本。あ、タマさん、リリーさんはよろしく。任せてください。何て書いてるんだ。任せてください。このさ、え、どういうこと？10本取れたんだね。とりあえず10本とカンパチを出します。全然足りん。だったら追加で頼むわけです。全然大変。あ、ちーちゃん、ありがとうございます。あ、ちーちゃん、ナイス。ありがとうございます、ちーちゃん。おめでとうって。ありがとうございます、たまさんも。嬉しいです。今、赤ちゃん目がね。はい、ごめんなさい、失礼します。ありがとうございます。すいません。はい。タッシーです、焼き鳥。追加いいですか。はい。追加ですか。
はい、どうぞ。これ、一本でこの値段ですか？一本の値段です。じゃあ、せせり。せせり。せせり2本と。はい。ハツ、これハツをタレで。タレで、うん、何本でしょう？2本。2本。で、マッソリーですね。あ、ポンジリ2本。ポンジリ2本。塩で。はい。じゃあでいいですか？はい。はい。電話鳴ってんだよ。誰？お祝いの電話。誰電話？ひろみちゃんなんだけど。お祝いの電話。ひろみから電話ある？みんな。ひろみから。お祝いだって。ひろみから電話あり。うん。どうしたのひろみちゃん？ひろみちゃん。うん。ひろみちゃんどうし、はい。ひろみちゃんどうした？電報来た電報。うん。変なこと書いてないね。ひろみちゃんがタヌキで何か書いたのあんた。あまちゃんのやつ。いや、ひろみが流行れない事件してた時で。そんなね、5ブロックしないんだけど。でも解除したってよ。ひろみさん、ファンたちは大事じゃん。ひろみちゃん、ファンとあげるしかない、これも。いや、なんかお祝い欲しい、結婚しますね。いつされたの、ブロックを。だから、いつされたの、あなた、ブロックを。ひろみちゃん、いつされたの、ブロックを。解除したから、今。今、解除したら見れるよ。何の旅行だよな。いや、よっぽどじゃない、なんかあんまり待ってるね、ひろみちゃん。はい、どうなってんの、これ。でも、起きとんねんな。新婚旅行はね、どこに行こうかな。前回じゃん。怖いな、変なの湧いてくるんじゃない。そんなに入れてないの。ハワイがいいんだし。ハワイ、ハネムーンは。ハワイがいいんだ。イリーさんはまだ揉んだことないっすね。え、機長は巨乳すぎたことじゃないやろ。今日揉みます。怖いな。解除したよ、ひろみちゃんは。電話までしごじゃん、もう。ね、お母さんの介護してて、今日出られへんってなってね。配信を見る。あとで、歌舞伎町のレンタルルーム行きます。トマトに、トマト。トマト、うん、我慢できないです。香川さんと何かあったんですか？何もない。だって2人でご飯用意あの行ったことない。うん、いや、行ったことあるんやけど。プライベートで。そういうのは、なんか誰とでもね、2人は嫌らしい。香川さん、うん、なんか言われるからか、あることないこと。なんか、童貞みたいなこと、なんかな、将来を考えた人じゃないと。あら、デート、食事もやばいな、そう、うん、女性と二人きりが苦手って。ちょっとな、ウケる。なんなんそれ、なんか女の子がさ、結婚を考えた人じゃないとホテル行かへん言ってるような感じだな。その阪神14年やっててさ、40の男はさ、ご飯もね、うん、大勢じゃなくて行けないじゃん。寄ってないし、ウーロン茶ったよ。落とし。
酔っ払ってきちゃった。何？酔っ払ってきた。嘘つない、ウーロン茶やん。マッチで一番可愛いのはリリーさんだね、間違いない。九州男子やがね、貴重は褒めておっとりやけど、言うとき言うからね。もう低腹感覚じゃないんだこれ、家のことできるしね。はい、水着が見たいです、俺。水着。そう、九州。福岡。福岡。いや、嫉妬してる人いないよ、誰も。あんまりおらんとも嫉妬は、貴重のとこかな。そんなんで、うちらは配信者やで、親なんか受けて関係ない。親に認められるリスナーさんに承諾を取らないと、親なんかもう言うこと聞かへんねんからね。勝手にしなって言わへん。ブロックしたやつ、恥ずかしいですよ、筑豊民でね、こんな雑魚どうのこうのって。あんたいくつ？恥ずかしいよ、ほんと。わいてごらん、結婚しました、ほんとに大丈夫。やばい、この人、歓迎ムードですね。お、歓迎ムードじゃない人返してほしい。歓迎ムードじゃない人を返してほしい、歓迎ムードじゃない人、おめでとうムード。あ、いい夫婦に見える。もう東京引くそうかな、めっちゃ。失礼します、カンパチのお刺身ですね。ちょっとこれいいですか、ね、おすすめあります。おすすめこちらです、はい、この前で言いなさい。カンパチ、優しい、私の醤油入れてくれた。醤油も何でも入れますよ、俺は。ちょっと待って、聞いた？醤油も何でも入れますよって、入れたい。ひらみちゃんおんの、ほんで。うわ、来た。ありがとうございます。なんかひらみちゃん、それと同じアイテムがゴキブリのとこにあったんやけど、まさかあなたのじゃないよね。でも投げてなかった。あれ、ヒロミちゃん、ありがとうございます、みちゃん。それ同じアイテムゴキブリと思って。これ、こっちはお腹の方、ハラミの方。ありがとう。ありがとう。美味しい。ね、品があるね。こんなはないんですけど、次2名さん来たらここお客さん入りますんで。あ、わかりました。残る。今はまだ来ない。今はまだ大丈夫ですけど。何だ。
げた。キチャンに泊まるかな、今日。キチャンに泊まるかな。一緒に中村来た、中村、嘘だろ。一緒に風呂入っていいですか。いや、恥ずかしいです、私、その男性と、ね、そう、一緒にお風呂入るとか。全然機長の間泊まれる。ラッカーの機長ってなんか波長がこう穏やかで。中村もどうなってるこれ、おかんの結婚について。それはもう歓迎じゃないですか。中村も歓迎するの、機長なのね。ララちゃんも懐くよし、意外と犬に好かれる。中村出てきてやましてそれ来たんだもん、中村。昨日もね、一緒にあの人狼ゲームを。ターゲットって別にターゲットは昔から仲いい。昔から仲いいけど、香川さんも早く仲いいのよ。あっちビジネスするよ。あっちビジネス。何でも言ってもビジネスパートナーで配信しないしもいいんじゃない。20客をするしそれはないよ。そんなもんにするわけない。市長さん大丈夫、騙されない。似合ってるの。お似合い。あいつは西田にやっちゃうの。西田の匂いするし、本当。夏希ちゃんいたもん。デブリーチェ、デブリーチェ、10本も行きますよね。騙してやろ。この後はね、配信終わります。なんせ、あ、最終日なのに、最終日の配信終わるんだってやばいでしょ、普通にね。すっきりしたら枠つける。落ち着いたら枠つけるかね、うん。まあ、最後の2時間ぐらいだけでいいんじゃん、枠開けるの。絶対配信についてたら怖いやつ。なんで、なんかそれ。私1位だよ、なんで。リスは、うん、あれ本当1位やん。イリーさん、女の子の日じゃ関係ないですよ。結構無理やな。あ、TG さんやってるやん。無理じゃない？ 5,000 人おる。5,000 人？うん、今 5,000 総やつら。総やつら、うん。無理でしょ、これ。TG さんは。あ、ありがとう。の控え室みたいなもんで。聖地が来たんだって、昨日から2年ぶりに。2年半ぶりね。え、TA さんもやってんだよ。
だもん、今5140人持ってるから無理やん。取ればよかったよ、リスナー。何も私、私も持ってないよ。やるか。あ、こっちちょっと立ってどこで一瞬だけ結婚しますんで。結婚します結婚します。いつも1位やったんこれ。あの、あれで、あのあれ、ポスターで。ポスターじゃない、多分ポスターで、これへんでもまあいいから30分のやつにつけて、プロポーズの言葉なんかいらないですけ切っていいんだけどね。いいえ、もう無料、無料なあれアイテム投げたら踏めるよ。椅子なんだ。あ、そうなの。桃屋監視中。うん、桃屋監視中。あれ結婚するかもしんない。うん、もうやめたいもん配信。うん、やめていい。マジやめたい。みんな貴重って言ったらちょっとアンケートするか、貴重って言ったら反対するのか反対しないのか、まあ、なんで、なんで泣いてんの。いやいやいや、なんで泣いてたんだ。無料お願いします。怖いわあんたタイトル、アンケート。一応の罰が大きい。これ、これ買うやろ。え、どこの指輪？これ、あの、いや、普通のナモブランドのダイヤ。
ねでね。なんでヒガヒガさんって、これ機長からもらったバンクリのあの500ルーブル。なんか今日からしてるやろ。ハリー・ウィンストン買わないと。いや、バンクリでもらった俺。ね。ヒガちゃんありがとう。ありがとう、無料、うん、全然さ、ゴキブリにハト行ってんのこれ、うん、なあ、ゴキブリさんにハト行ってるこれ今、うん、もしかして、うん、このネギまと手羽で、はい、一つ出していいですか、はい、うわぁ、ちろみじゃまだじゃん、ありがとう、ちろみじゃん、手羽先とネギまでかっ、え、これ何、いや、盛り合わせのやつ、あ、すごいやん、ひらみちゃん、今日楽しんでね、でかいのありがとう、おやすみ、で、じゃまた明日、絶対出へんし、あんたゴキブリ、ゴキブリどうでしょ、ひろみちゃん今からゴキブリ取る、あ、ありがとう、じゃあ、じゃあねと今から寝るって言っていつも、ね、寝ながらゴキちゃんゴキちゃんと、うん、でかいなこれ、あ、いつのあれ出たくない、
入ってなかった。トリリーさん、今日ニンニクはダメやん。なんでニンニクはダメやん。あ、私が、うん、何すんの、なんで恥ずかしいんやけど、それ言われんの。美味しい。そうそう、カリッとしてて美味しい。チームが一番いいな。あの人らでずっとこれから、うん、だってあの前もすごい最悪だったから、ずっとあの人がだからいいって言ってやろう。この間の撮影でも違った。何だったかな。なんかグッズの撮影は違う人だった。食べるもん。確かにないもん、こっちは。東京？東京ない。ないんだよ。福岡、九州とかだったら絶対あるやんか。まあ、自慢ですよ。自慢ですよ。あるよ、横浜。なんで横浜？東京？東京ない。大阪はあると思う。裸眼です。裸眼？目がさ、弱くてさ。秋物系、ないね、ここは。
はい、すいません、こちら初です。初、あ、今下げますね。こちら初で食べれる。もじとせせりとチーズとこちらです。あ、作り上がりますから。はい、ね、食べないもん。これもじです、これせせり。これじゃあこれせせりで、あ、もういいですか。はい、ありがとう。調べたところ、ハイボールとレモンサワー190円だよ。違う違う違う、個室があって、大変なことになってるな、あのとこ。個室があって、で、グー、湯からかけたら、よく調べたらな、なんかヤバそうな服で誰あの学生の飲み会で使う居酒屋だよ、リリーさん、多分あれ。だってあれ、グルナ、送られてきてんもん。怖いよね、安い居酒屋って。鶏肉とか怖い。東京でやると思います。まためちゃくちゃ重かったな、コンサートな。松平だけ、松平でもめっちゃ怖いね。今もう攻撃的になってもんね、被害妄想で。あのパルにもさ、いや炎上ですってちょっと言ったらめっちゃ怒ったね。めっちゃ壁ついてくる。ちょっとな話題しただけでなんか言ったところはって言ってさ、ナイス増えた。ナイスは780、昨日は1000いったんやけど。お酒飲まない飲んでみようか。はじめまして、ケンさん。ほんと帰らないし。リリーさん、酔っ払うことある？あるよ。ある。そうすると大変よね、あるな。椅子は、あ、そうな、ね、
私こんなにさ、リスマンその数字やったってしなかったマサヤとかね、みんなに電話しまくり、アナヤさんからありがとう。あ、酔っ払って、うん、ホテル取ってるんだって、今日いいよ、ほったらかしにしたらなあ、ほったらかしじゃよくない、荷物なんか、別に引き換えは、うん、800ナイス、ありがとうございます。年齢はね、あんまそんなに気にしたことないね。今までさ、最高で年齢の朝よくぐらい20代前半の時に10個ぐらい31つ、一回りぐらい、若い時って30代ぐらいの人がよく見えるね。ああ、そうだね、20代とか、ね、どうするみね、市長の家に泊まるか泊まらんかアンケートするか行ける、ちょ、おい、市長の家に泊まるか泊まらんかのアンケートする、うん、泊まるか泊まらんかのアンケートするんだ、アンケート、ね、こっちみんなアンケート、清さんアンケート、向こうでいい、アンケート、なんでナゴさんさ、キョンちゃん、ナナちゃんみたいな、アンケート聞いてください、いいえ、押しに来てください、いいえよ、お疲れ様、今起床とご飯食べてる、ありがとう、何考えたの、いいよ、おしぐさみな、トロキシャル、わー楽しそう、息子とかだ、ありがとう、楽しそうやな、たまにはいいね、起床と泊まることがアンケート、アンケート完了、何やってんの？ん？これ家のカメラ。ナナちゃんよくしゃべるよ。ナナちゃんにそのあれな、本気もならいんだ。もう今ぐらいで多分止まるんですね。3キロぐらいで。楽しんでるよ。なんかすごい面白い動きよ。流れで、あ、もぼやが来てさ、ちょっと増えちゃう。ビアトツやっぱ来たで、ストーブがさすがやで、ね、私がそのポスター撮ってるところからのビッグをして、私の入った店なんか入ってきてさ、で、あの数時間後に機長が来たら、機長にご飯食べてくださいってなんか湯記事渡して、何時間おんの原宿にって感じ、めっちゃキモいよ、ほんと怖い、そのさ、その機長が見た時の桃屋と私が見た時の桃屋また違うね、私の時はなんかハゲで眼鏡かけてね、スーツ着てる、スーツだったよ、普通のおっさんできてんや、
機長が見たらスーツになってみたスーツっていうかなんか半袖のワイシャツ着てたのカッターシャツみたいな、あなたの大好きな貴重さ、いや、違う、止まったらいいのかいけないのか、あなた早くアンケートパソコンで入れなさい。ポン漬けやな。トマトは？トマトない。トマト。でも怖いのが、ももやってウッキーにもしつこいらしい。怖くない？ここも好きなのかな。だからひどなさんね、この間ね、2000円もらったと思う。これ。はい、冷やしトマトと一本漬けください。はい。いいやん、きゅうり毎日食ったって。いくよ、アンケート。264人アンケート。お願いします。やばい、アンケート。みんな止まれって。81%。誰やねん、そんな言ったやばすぎ、これアンケート。あかんで、ほんま、あんたら。あかんで、悪乗りしたら、あんた。ちょっと待ってよ。ほんま、どうやってんの。誰入れたの。逆に入れてない人誰なの。ガチで入れてない人って言うんだよな。じゃあ、入れてる人はふざけてるやん。入れてない人って逆にガチやと思う。いいやにしやるってガチやが怖い。あい、私の合宿はいないよ。私のとこ 95% 女の子。 95? 私の枠 95% 女子。シャトルそう、こんなに集まったら80。やば、あと4分で終わる、今日。ナイスと無料、最後、お願いね。これそう。なんでしかされるの。やばすぎや。
でもね、どうするの ?59 で、58分にしたら、9分、9で。59になった瞬間に来てる。無理じゃない、58やと1分間で、その下が流れちゃうの。無理でもいいや、来ちゃうとご飯行けないし。相沢さんみたいにディスサービスなんて思ってないか別に取れる時に取れたらいいなって。相沢さんいつでも取れるって言ってどうだったの。ああ飛行機さんありがとう、ありがとうございます。もうちょっと一回切る、もうすぐ、59分あ、ありがとう。3割の力で勝つってイベントもね、10倍の差で負けてるしてるでしょ、何やったのかな。そうじゃなかった、その1分で流れるんですよ、下に59になった瞬間に。ネルちゃん切った。あー大食いの人、大食いのネルさん、いくよ。冷やしトマトも切るわけです。はい、負けたかな、まあ、負けたかもって思っとこうがいいよ。リーさんトマト好きやん。そう大好き、おじいこれ私食べてるやつ、食べてないこんばんは。つくね食べる、頑張ろう、つくねね。でもこれ美味しいのよ、つくねね。はい、少々お待ちください。ひろみちゃん見てるの、見た、アリーさん切ったって切ったよ、はい、さあ、リスマンガルナ、ネルちゃん、コンコナイス、あ、伊藤さんありがとう。無料だけ30分もらおう、うん、どうなったかなって、今から起床だ、重たい、最終日は今日で全てがかかってる。ありがとう、無料ありがとう、気象だ、始球式な、
それ。食べた。どう食べた。お腹いっぱい。なんですぐ出ないもんね、結果は。あ、そうか、今日から WGP 券をください。 WGP が始まったやん。WGP 券一番ないよ、これね。500枚来た。あ、見えかったよ。うーわ、500枚、500枚ってことで50万の DC だよ。50万かと。めちゃありがとう。見えかった、見えかった。テロップしてる時にさ、500枚ありがとうございます。それでもまだなんだ。125枚。わー、店員さん、マジっすか。どうなったら500枚でもない。ええー。すごすんげん。知らない人が。知らない人は。匿名じゃもっと500枚。あつしかあれかからんの。ごめんなさい。リスナー負けた。リスナー負けたって。うん。リスナー負けた。ポップ。やられたら。いいんじゃない。ポップちゃん。もう出たんですか。早いな、エコじゃないっす。あ、2杯、ありがとう。どういう状態。うわ、225個。 WGP 券ください。20枚大好き、ありがとう、ちゃおさん。あ、20枚ありがとう。東京券ありがとう。まだいる。ピョナイス。昨日の分ね、押してない人ナイス押しといてください。落ち越しのやつ3票。なんで審査中なの。まだ決まってない。あれ、え、てんちゃんもなんで投票中なの。イーナちゃん、なんであれなんですか。反映させないかな。なんで2位だ。2位でもいいんやけど、なんで出ないやん。しょうがないけど、最終日ないから。ゆきちゃん、ありがとう。ねえ、こんな配信ばっかのデート嫌だ。しょうがない配信ばっかで。リスさん、でもどこ乗ってんの。だってさ、リスさんのところに今日ナイス。お審査中になってんだ。うん、マリちゃん今審査中になってんの、ありがとう、モサちゃん。WGP 券、私にください。あ、もちろん石田さん、寝た WGP 券ちょっと上位でどうしよう。人よくない。 WGP 券今始まったばっかりでしょ、これ、うん、33票。ちーちゃん、これ順位出るんだっけ。順位出てる。23。そらちゃん23位。またスイちゃんでしょ、石井美代香。あ、三浦さんや。三浦さん、13票。ありがとう、花ちゃん。ありがとう。WGP は課金してるリスナーさんがどれだけいるかっていう。私ね、なんかマンスリーは10位に入ってなかったの、その時。なのに WGP3 位。そうなんだ。課金してるすごい人がいるから強いじゃないですか。いろんな人が触れるんじゃん、うん、チケットだけ、うん。めぐちゃん、ありがとう。え、先月リリースは3位 WGP 最初の時、うん、ありがとう。びっくりじゃない、マンスリーとは合ってないから。マンスリー、確かに課金額と合ってない。ありがとう。みんなこれさ、シンバラがほらリスナーもないのさ、最初これ大丈夫なの。名曲からありがとう、あやちゃん。どうだった。お皿だけどあげるわ。
ありがとう、クラゲちゃん。その票が多かったら、入賞できたらなんか賞金が出る。うちの名人、ポイント抜かされてんじゃん、徳丸さん。山ちゃん、ありがとう。あー、まきちゃん、ありがとう。そう、ポイント負けてたよ、メイクに。ありがとう。3票、しーちゃん、2票。しーちゃん、楽しい。ちゃん。しーちゃん、楽しい。緊張度の配信。楽しんでくれてんの、みんな、これ。緊張度の配信。だから、期待してるんじゃないですか。ありがとう。これ、泊まるのも楽しいしやの、私が。楽しい。カガワさんという意味で楽しめたよ。カガワさんとか相当楽しめたじゃん。めちゃくちゃにしちゃうかもしれない、ゆりさん。めちゃくちゃにするかもしれない。31票、お姉さま。まったり見れて安心できる、ね、まあ、事件は起きないからね、うん、ありがとう。私がダオシ、ダオシじゃない、香川さん、ありがとう、ありがとう。関西の人って関西の人が好きじゃないですか、みんなね。最終日だから当たり前、機長が配信してんのは当たり前、何言ってんの、うん、あー、なんちゃんですか。ダブル GPK 来た、ちょっとダブル GPK の塊だいぶ、うん、塊、あ、何に来た、ありがとう。ダブル GPK な、ちょっと欲しいんですけど、G 女子で1位取りたい。うわ、来た、5票、ありがとうございます。誰かちょっとダブル GPK ちょっと頑張って、でも最終日で1位取らないと、それもあるけど、うん、1位で大逆転したんじゃないの。1位で100万円もね、ダブル GPK、まあ、ダブル GPK なんだって、あれは難しくない。まあでも可能性ゼロじゃないゼロじゃない、まず1位だから取るやん。ちょっと投げた人が誰に券をあげるかも分かんないしね。まあ分からん。いや、そう、私の3位な。だマンスリーが12位と3位とかに、ダブル GB だけ、3位だ、全体の。すごくない。あと、あれ、奇跡の3位だな、ダブル GB 券。ありがとうございます。心が穏やかになった精神的に。そんな最近カリカリしなかったでしょ。私頭が痛かったのが生のタキショウとさっきめっちゃ頭痛かったんだ。キショウ、キショウみたいに痛いです。変頭痛なんかわからん、すごい頭痛がすごかったんだけど、すごい精神的に安定してる。セイリーさんがえ、あ、WGP やろ、毎回1位やん。また1位か、1万票超えてる。1万5000票、1万500票いってる。セージもやばいわ。ナイスもそう、でもマンスリーもさ、やばいな。ユッコなんかあったの。ユッコ、ユッコはかわいそうみたい。なんか会いたいって言ってたからそう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 、もうじゃね、昨日いじった、いじった。毎回、毎回でもね、しょうがないな。うわ、ホームラン100個。待って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 。
そこの方は。あ、ドーベルマンさんがね、剣をね、めっちゃ持ってるの。オッケー、ありがとう。ドーベルマンさんおんのか。いや、ここにはいないです。あ、剣ないで、朝の光線じゃないか、じゃあ。プラチナバット、パンってきました。バットね。私、そこの方じゃない。私、カテゴリーでいいの。頑張ってほしいね、みーちゃんね。一緒に行くわ。あ、来たんだけど。何を？京セラ。あ、京セラね。リスナー時代桃七。そのなちょっとね。誰がドーベルマンか。あ、リリーさん。そうそうそう、今。ひろみちゃんが全部バラな。あげないでどっか行って。ひろみちゃんのだから時期ピューケンは根こそぎ集まるよ。一枚たいと思ってたよ、ひろちゃんの。いやー、ゴキブリとこ渡す。ゴキブリ渡そうとするのじゃん。あんなの入賞的にじゃわかんねえ。いや、男いないよ。どうも男のリスナーあんまりいない。もう、ほんとに。マジでさ、助けて。96% ぐらい女子。マンスリートップ10に男の人いないですか？マンスリーかなり差が空いて下の方に2人ぐらい10以内に2人やけど、今あるの投げて分かんないじゃん。何そうだからほら貯めた方がいいんじゃないですか、ね、今は投げないと、うん、貯める前にも、いやちゃうで、どんどんまあ今日からの工夫やから伊佐丸ちゃんって誰？めいっ子。あ、めいっ子さん。どうしたらみさまるじゃん。みさまるは劇的に面白いね。書いてるな。何配信してるんですか、みさまる。料理とか。料理、うん、お酒飲んだり。あとサッカーと野球。バッファローズファンでしょ。なんかユニフォームいっぱい飾ってあって。あの人いろんなところ。バッファローズの惜しいじゃないの、でも気持ちだと思う。なんかあの配信の後ろにバッファローズの日本がいっぱい飾ってるんですよ。何やねん。さ、ひろみちゃん何枚持ってるかな。ひとちゃんあれさ、ひろみちゃんの方でね、怖いね。ひろみちゃん何枚持ってる、みんな想像できる。ひろみちゃんのダブル GP やうん、妥協すんじゃねえよ、どういうことですか。どういうこと、うん、どういうこと。あ、しょうがないよ、ねねちゃんもらしい、しょうがない。どういうこと、妥協ってどういうこと。妥協で詳しく聞かせてくれるかな。どういうことねえ。あ、ありがとう。いや、まゆちゃんはね、多分俺合わないと思うよ、向こうのあれと。そうやな、私も50、うん、ちょーちゃんありがとう。なんで甘えたいタイプでしょ、男の人に。甘えたいタイプ嫌だ。あんまそっちタイプの人は付き合ったことないですね。強い人、自立してる人、うん、怖い人は分かる。朝見てる、自立してる女がいい、ね、甘えたいとかじゃないんだけど、リリーさんはどっちかな。私、あの一人の男の奴隷で、その他の女王様やね。夜は奴隷なんだって、リリーさん。アンスリー、去年の9月ね、いっぱい投げてもらって取れた、1回だけ。あ、じゃねえの、今からいいとこやのに。こいつよく寝るな。今からいいとこやのに。今から、こいつ寝て、なんか、しないの、起きてから。ついていけなかった。見たかった。
たまちゃん、寝れる？こんなんで、ありがとう。ちょっと待ってば。朝6時？4時間で12時に寝たよ。今からいいとこなのに似合わせたよね、今ね。なんで？今からいいとこなのに自分からなんかね展開はね、展開がやっぱ展開はね、ナポレオン4時間やね、4時間ちょうどいいのかあげちゃうねムラムラしてんじゃない、リリーさんね。老眼で見えない。うん。矯正。ひらめちゃん293枚。ナイスひらめちゃん。ありがとう。すごいねけど、ひらめちゃんも。うち WGP やもんね。ほぼ女の子って。女の子ばっかり。WGP 系女の子。ありがとう、ひらめちゃん。あみさまるちゃん、TikTok とかも見てるってこと？みーちゃん。思うんだよ。可愛いだけでな。あ、そう、何これ、養分もすごいよ。今何位よ俺。ほな素敵な夜、ありがとう。でもさ、あれ貴重だから最後やな、差し込みはね、貴重だ。24位。これ何日まで？30日までか。長いよね、結構と。長い。24位。剣のやつよ。どうぞ。おパンダちゃん、あの機長との私は淳と香川さんと機長の誰が一番いい？みんな。淳どうなったんですか？逃亡。逃亡。失踪。失踪逃亡やな。あくびじゃねえと。どれがいいよパンダちゃん。淳と機長と香川さんなのに。ウェブで買わないとダメだからな。調がいいって。あんた、あんた調子いいな、合わせてんじゃないの。あんた調子が合わせてんじゃないの。貴重が前に向かう。本当のこといいな。してない人、最後押しといて。昨日の分。確かに。どうなったの？みよちゃんもいい？カツさんありがとう。みんな機長がいい。やっぱ機長みんな人気やね、やっぱこれ。あ、ねえちゃんもありがとう。みんな調子いいな。香川さんの時は、香川さん、香川さん。機長とたら機長、機長って。機長さんは追加するよ。私も機長、2号さんも言ってるわ。だよ、2号。なんで以外で言うの？おーちゃまれた。なんで機長がいいかっていう理由をちょっと言ってもらってほしい。いいナイス。俺は一回終わる。あくね。ありがとうございます。帰ってからなんで機長いいの？明日は早い時間にやるわ。ちるちゃんも機長がいいって言うでしょ。一回終わるね、こっち。ねえ、ちるちゃん分かってないの？ちるちゃんも機長いい。いや、リーザついてる。ありがとう。あ、ひよぶちゃんありがとう。ひよぶちゃん、おやすみ。はい、でもみんな貴重がいいって。お待ちバトル、あー、今店の中だからね。また後でできそうだったらやろう。やめてよ、お待ちバトル。うちのメイクを好き。リリーさんとこ行ったって。うちのメイクをお待ち今バトル、あのランキング争ってんのに同じカテゴリーか。ちなちゃん、ちなちゃん誰がいい？ちなちゃん、あの、機長と香川さんと淳はどれがいい？